はい、どうも皆さん、こんにちは。初めての解説動画、ヨシムーです。はい、今回から実況動画が作れない時のつなぎ企画、ざっくり解説シリーズを作っていきますので、よろしくお願いします。初回の今回は、珍しい守備適性を紹介させていただきます。今年度は、特殊の実装により、今まで存在しなかった守備適性 S が可能になるなど、今まで以上に守備適性が重視された時期でもありましたね。そんな守備適性の中でも、珍しい種類の守備適性を8種類ほど、ざっくり解説していきたいなと思います。この動画は私が個人的に調査した結果をお伝えしている動画なので、当然間違いも含まれていると思います。もし間違いに気づいたらコメント欄で教えてください。それではぜひ最後までご覧ください。全ポジション守備可能。ユーティリティプレイヤーと聞くと誰を思い浮かべるでしょうか？2018年度には覚醒でユーティリティプレイヤーが各球団一人ずつ実装されたりとかしていましたね。それでも守れても内野外や全ポジション可能とかだと思います。しかし、かつてキャッチャーも含めた8ポジションすべて守備適性があるという究極のユーティリティプレイヤーが2人存在しました。それが元日ハムの飯山雄二選手と元ヤクルトの三輪正義選手です。まず飯山選手ですが、ご覧の通り見事に全ポジション適性がついているのが見て取れるかなと思います。さらに画像は B ランクのものですが、このシリーズにもし S ランクの実装があったら、ショート、サードが適正 B、セカンドが適正 C、その他ポジションが全て適正 D という普通に使い勝手が良さそうな適正になっていました。この飯山選手は2015、2016シリーズ1、シリーズ2、2017シリーズ1と4回実装されていますが、この全てに全ポジションの守備適正がついています。残念ながら S ランクでの実装経験はありませんが、今日ハムのコーチをされているので、PS で初の S ランク実装の可能性もあります。TS で実装されて、なおかつ全ポジションに適性がついていれば、リアタイでスタメンに代打やダイソーを出しても、守備に就かせることのできるスーパーユーティリティプレイヤーになるかもしれませんね。続いて三輪選手ですが、ご覧のように全ポジション適性があります。しかし、同じ B ランクの飯山選手と比べても全体的に適性が低く、なんと D ランクではキャッチャーの適性が G になってしまっています。いや、G って。2016シリーズ1に実装された三輪選手も全ポジション適性があったのですが、残念ながらシリーズ2の実装の際にキャッチャー適性が消滅してしまいました。スーパーユーティリティプレイヤー。先ほどは全てのポジションを無難にこなせるユーティリティプレイヤーを紹介しましたが、多くのポジションを華麗にこなすユーティリティプレイヤーも存在します。それが DeNA 大和選手です。大和選手といえば、プレイオブザデイの常連。守備の名手としてもよく知られていますが、中でも一番凄ましい守備適性を持っているのが2018シリーズ1 DeNA に移籍して初めて実装された S ランクです。二遊間とセンターが A、ライトとレフトが B という可憐な守備適性を持っています。そして、なんとこの能力のまま覚醒でも実装されました。当時の覚醒選手は特にスピリッツが低いことが大きなネックでしたが、守備能力と走力はスピリッツに影響を受けないので、ある意味ネックを払拭しているとも言えますね。リアタイではベンチに置いておけば重宝間違いなしの守備適性となっています。個人的に気になったのですが、守備の積極度が普通になってるんですよね。なんでこれで守備積極じゃないのかって感じですが、ヤクルトの坂口選手のように守備適性、能力がそれぞれ高いのに慎重だったり、ロッテ井上選手のように守備適性は高いのに守備能力が低かったり、DeNA の倉本選手のように守備適性は低いのに守備能力はそこそこ高いといったように、守備の能力の査定は謎が多いので、ここは目をつむりましょう。レフト適性 A。現環境において、ファースト以外の全ポジションに守備適性 A を持った選手がいます。守備適性 A の選手というもの自体があまりいませんが、その中でも特に A の選手があまりないのは、サードとレフトです。現実の野球において、一般論的にこの2つのポジションとファーストは、打力重視のポジションなんで仕方ないね。さて、そのレフト適性 A の選手は2人存在して、元ヤクルトの飯田哲也さんと、元オリックスの田口壮さんです。まず飯田さんですが、外野全ポジション A に加えて、スローイングと肩力が両方 S という恐ろしい守備能力を持っています。実装は2016シリーズ1の TS のみで、ずっとソフトバンクのコーチをされていたのですが、2020年から高校野球の指導者になられたので、残念ながら TS 対象選手ではなくなるとともにシルエット化してしまいました。それでも OB での実装も期待できますね。そして田口さんですが、外野全ポジション A で捕球と肩力が S と、こちらも恐ろしい守備能力になっています。ブルーウェーブ時代のイチロー選手と共に外野の名手としても有名でしたね。この田口さんは2016シリーズ1、2017シリーズ1でそれぞれ TS で実装されました。今もオリックスでコーチをされているので、そろそろ TS の実装もあるかもしれませんね。サード適性 A。
先ほどお話しした守備適性 A の選手があまりいないポジションのもう一つのポジション、サードについてもお話しします。サードで守備適性がデフォルトで A の選手はミスターこと長嶋茂雄さんただ一人です。もともと長嶋さんはサード適性 B だったのですが、2019シリーズ2の OB での実装時にサード適性が A に引き上げられ、初のサード適性 A の選手の実装に界隈が湧いたのは記憶に新しいですね。なお、阪神の大山祐介選手は特殊でサード A が狙えます。個人的にサード A というのは違和感があるんですね。というのも、現実世界の野球では一般論的に守備が上手い内野手は、守備の花形と言われるセカンドかショートにつくものと思っているので、サード適性 A があるなら現実で二遊間を守らせるのじゃないかなと思っていたんですけども、よくよく考えてみると、長嶋さんと大山選手は、長打力に定評がある選手なので、比較的守備の負担が軽く、肩力も活かせるサードにつかせてみたら、意外とサード守備もできて、気づいたらサード適性が A になっていた、みたいな背景があるのかなという考えに至りました。メインポジションの適性 F。 最近ではどんなに守備適性が低くても S ランクで実装される際はメインポジションでは少なくとも適性 E がつくのですが、残念ながら S ランクでもメインポジションの守備適性が F という選手が存在していました。それが元阪神のマウロ・ゴメス選手と西武の山川穂高選手です。まずゴメス選手から紹介します。ゴメス選手は2015-2016シリーズ1で2回 S ランクでの実装がありましたが、その両方がメインポジションのファーストの適性が F にされていました。私はセリーグで応援している球団が阪神で、当時のゴメス選手も生で見ていたのですが、確かに守備は怖かったですけど、そこまで酷評されるほどかという印象がありましたね。というのも阪神のファーストの助っ人外国人はみんな守備が怖かったり、当時ゴメス選手と合わせて GM 法と呼ばれていたマートン選手がボールをスタンドに投げ入れないかの方がよっぽど心配だったのというのもあるかもしれませんね。そしてこの山川選手ですが、山川選手が初めて S ランクで実装されたものなんですよね。今でこそメインのファーストの適性は62の C なのですが、やはり打撃面のステータスと合わせてみても山川選手の成長を感じることができますね。このゴメス選手と山川選手両方に言えることですが、どんなに守備適性が低くてもゴメス選手は確実な長打力があったし、山川選手は将来性があったように守備適性が低い分長所もあったということはご留意ください。でなければ現実のペナントレースに出場することもないし、出場していなかったら S ランクでは実装されませんしね。メインが D なのにサブが B。 メインポジションよりサブポジションの適性が高い選手というのは一定数存在します。と言ってもサブの方がメインより1段階上ということがほとんどですが、2段階上の選手が存在します。それもサブが C とかではなく B という、少しもったいない感じです。それがヤクルトの坂口智隆選手です。この写真を急に見せられたらファーストがメインポジションだとは思いませんよね。その坂口選手ですが、もともとは外野オール B のファースト適性もありませんでした。しかし現実のヤクルトではファーストのレギュラーに長らくついていた畠山選手の不調や助っ人外国人の不発、青木選手の日本球界復帰が相まって外野手の坂口選手がファーストをやることが増え、2018シリーズ1ではファースト適性がつきました。しかし坂口選手もベテランなので少し能力は下がってしまい、2019シリーズ1にこのようなファースト適性 D、センター適性 B という奇妙な適性が完成したわけです。投手なのにメイン適性 A。 守備適性と聞くとどうしても野手のことを考えてしまいますが、投手にも守備適性というか投手適性が存在します。スタミナ型の選手に中継ぎ適性がついているとテンションが上がりますよね。と言ってもほとんどの投手はメインの適性が S になっています。しかしメインポジションの適性が S でない選手が存在します。それが元日ハム現オリックスの増井博俊選手です。この増井選手はメインの抑えが適性 A とされています。しかし中継ぎが S になっています。このようになった原因は度重なるコンバートが一つです。もともと2015年度まで抑えを務めていましたが、2016シーズン序盤に不調で抑えをマーティン選手に譲りました。そこで栗山監督は増井選手を先発で起用するようになりました。そのこともあり2016シリーズ2においてメインポジションが先発で適正 S で実装されました。プロスピエースの能力査定はシリーズ1はキャンプ時、シリーズ2はオールスター前の頃の成績で査定されていると言われています。この先発適正の増井選手はオールスター前の抑えをしていて不調だった頃の能力、そして問題の増井選手は2017キャンプの時の能力ということになります。しかしどの選手をどのポジションをメインにして実装にするかは実装される際に決定しているようなので、増井選手は2017シーズンが開幕してから抑えに復帰することを宣言したことを踏まえると
そう考えればこのようにラグがある適性も納得できるのではないでしょうか。 ちなみにその後オリックスに移籍して抑えに専念したことにより先発適性は C となり、中継ぎに回ることはあっても先発することはなかったので先発適性は消滅してしまいました。投手なのにメイン適性 D、先ほどまでメイン適性 A の投手についてお話ししてきましたが、なんとメイン適性 D の投手も存在します。え？シナリオプレイで登場するモブ投手？それは置いといて、それはソフトバンクの松本勇気選手です。この奇妙な適性になる前はメインの先発適性が S、 サブの中継ぎ適性が B という風になっていました。ここからなぜメインが中継ぎになり適性が D になったのか、それには大きく2つの理由があります。一つはペナントレースでの起用転換で、2019シーズンは1軍登板の全てが先発だったのに対し、2020シーズンは全てが中継ぎでの登板でした。しかしそうなると中継ぎの適性が上がるのではと思いかもしれませんが、適性が上がらなかったもう一つの理由は例のウイルスです。現実世界で2020年に猛威を振るっているウイルスの影響で、プロ野球も開幕を3ヶ月ほど遅らざるを得ないという状況でした。先日の通りシリーズ2の能力査定はオールスター前の成績を見て決定するものなんですが、例年ならオールスターが開催されている7月上旬はまだ開幕して1ヶ月も経っていないという頃でした。そのような母数が少ないデータで査定をするのはおかしいと、コナミさんはほとんどの選手をシリーズ1の能力のままシリーズ2で実装したのです。そのシリーズ1の能力はキャンプ時の様子を見て能力をつけています。この頃の松本選手はまだ中継ぎ適性 D と査定される様子でしたが、現実世界のペナントレースでは中継ぎ起用が増えました。しかしながら査定は変更されることはなかったものの、実装時にメイン適性だけ変更され、このメイン適性 D という投手が登場したのでした。おそらく2021シリーズ1になる頃には中継ぎ適性 S になっていると思います。さて、一般的に投手は起用してもスピリッツが下がらないポジションは適性のところが少し黄色くなっているのですが、この松本選手はメインの中継ぎが黄色くなっていないんですよね。これはメインポジションなのにスピリッツが下がるというレアケースなのではと思い、中継ぎに入れてみたところスピリッツは下がりませんでした。当然適正 G の抑えではスピリッツは半分になりますし、選抜でもスピリッツは下がりません。個人的にはプロスピ S 内で最も不思議なことの一つになりました。というわけで本日はこんな感じだったんですけども、これからもざくり解説シリーズを少しずつ投稿していくので、続編を見たいという方はチャンネル登録をしてお待ちください。他にも無課金でロッテ純正ベスト100目指して実況というシリーズもやっていますので、よければご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。